一方の本田圭佑選手も数々の偉業を成し遂げているという。本田選手は現役選手をやりながら、うん、まあ、なんですかね、カンボジア代表の監督兼 GM に、まあ、なったんですね。ほう、代表の監督。代表の監督ですよ。これすごいことなんです。なんで昨今集中しましょう。なんでそんなことするのか知りたかったら、圭佑本田を呼んでください。そうです。我々じゃ分からない。ワールドカップも監督として圭佑本田がカンボジア代表がワールドカップに出れ ば、そうなりますよ。圭佑本田が来る。圭佑本田が、ほら浜田さん、ほら知らない間に圭佑本田って呼んでる。いや違うね、圭佑本田って言いたがってけ。言いたくなるもんなんだよ。なんなんやろこの人。誰もやったことのないことをこうチャレンジして。そうだから現役選手の間にそれやっちゃうのがまたすごいんですよ。まあね、はい。だから今もあれは世界に通用する新しいチームでワン東京っていうチームを作ったんです。え、チームを作ったんです東京に。ほんで初代の監督をあの武井壮に任せてます。はぁ、そう、十種競技のだからサッカー選手でも何でもない武井壮がやってるんです。で GM は乙武さんがやってるんです。マジマジなんです。多分サッカー経験者だけで新たな目線での人の意見も多分聞きたかったらあると思うんですよ、はい、例えばじゃあ浜田さんが多分この先ジャンクとかでサッカーの V とか見て、はい、たまたまやとかってずっと言い続けてると、はいはいはい、あれがたまたまに見えるんだ、はい、だったらこの人に監督お願いしようかなってオファー来るかもしれない。いや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 、ないことだよ、はい、マジで。